はい、こんにちは。今日は、温活が大好きな私がおすすめします、すぐ編めるオーバーソックスをご紹介します。これまでスヌードを続けてご紹介してきましたが、スヌードを編めたという方には多分スルスルと編んでいただけるものになっていると思います。表編みと裏編みだけで編んでいただけますので、その柄行きの部分にだけ注意していただいて編み進めていただければすぐに編めると思います。オーバーソックスはくるぶしの見えるショートソックスと相性がすごくいいので、お手持ちのスニーカーソックスみたいな短丈の靴下と楽しく色合わせしたりして楽しんでいただければいいな、いいかなと思っています。まあ、見ていただいてわかると思うんですけれども、減らし目などもなく、この編み切り替えだけで靴下らしいラインを出しているので、とても簡単に出来上がると思います。今回は配色で編んでいますので、例えば上下をこう入れ替えた感じでも履いていただけるのではないかなというサイズになっています。はい、それでは早速スタートします。まずは用意するものですけれども、今回はセリアさんの糸を使用しています。色展開がとっても私好みで、ついつい大量買いをしてしまったので、この中で配色の組み合わせを考えて編んでいければいいなと思っています。今回は2本取りで編んでいくので、1本ずつの例えば配色にして、前回のスヌードの時のようにこうミックス感の出る引き揃えで編んでも素敵になるんじゃないかなと思います。今回は柄行きの見え方もあるので、最初と最後の位置を確認するためにも1色のそれぞれの配色でここだけミックスという編み方をしています。ここミックスじゃないんですけどね、ボーダーなんですけれども、それぞれ編んで、パーツパーツはこのぐらいこのぐらいこのぐらいっていう編み比べができるようにしてあります。こっちが長くてこっちが短く編んでますけれども、そういった部分もオリジナルな感じでそれぞれアレンジしていただければ、こっちとこっちを本当に同じ長さにすれば、逆向きに履いても同じバランスで履いていただけますので、その辺はご自身でアレンジしていただきたいなと思っています。はい、今回の素材の配色はこの2色で編んでいます。こちらは今回は、セリアさんの糸を使用しています。先ほども見ていただいたように色展開がすごくこうなんて言うんですかね、ちょっとくすみ系の色バリエーションですごく素敵です。で、糸名は七色彩色っていうのかな、中細で、ウェアからモチーフまで幅広く使える中細系糸ですと書いてあります。今日はアクリル 85% ウール 15% の 30g 巻きですね。はい、こちらの、色は色名はないのかな、カラーナンバー36番のこのグレージュみたいな感じの色と、こちらはカラーナンバー37番、36、37をそれぞれ一玉ずつ使っていきます。くすみミントみたいな色ですね。はい、こちらで編んでいきたいと思います。針の方は私はちょっと US 針使っているので日本の号数とちょっと違いますけれども、今回は 3.25mm、 日本のサイズで 3.25 あるのかな、 3mm か 4mm ぐらいで、 4mm で編んでいただいても大丈夫かなと思います。ちょっと細めで編んで、
ますけど、そんなに小さい編み目にはならないので、こちらで編んでいきます。よく質問が来るんですけれども、ババリは何センチのものを使っていますかというご質問いただきます。最初に測っておきます。ババリを測るときはこの針先から針先まで81、まあ、標準サイズ80センチですね、まあ、60でももちろん全然いいと思います。もっと小さい靴下用のもちろん何センチっていうんだろう、もう本当に小口の輪針で編んでいただいてももちろん大丈夫ですので、私は80ですけれども、編みやすい慣れた長さで編んでいただいていいと思います。小さいサイズですので、はい、あと柄行きがありますので、マーカーと、あと最後にハサミととじ針を使います。で、途中で柄間違えちゃったっていう時にすごく便利なのはこの小さいサイズのかぎ針で両方にかぎがついているタイプ、まあ、小さくなくてももちろん普通のかぎ針でいいんですけれども、まあ、こう表目落としちゃってるなっていう時とかにバババッと縦にほどいてこう表編んでいくっていうやり方がありますけれども、そういうのにこのコンパクトサイズすごく便利です。あると便利かな。でも普通のかぎ針でももちろん大丈夫。ということで今回はこんなような感じで、おそらく2玉で編めると思います。はい、以上スタートします。はい、まずは、作り目からです。単色の2本取りでいきますので、中から糸を引き出した糸端と、あとその周りの糸、巻いてある糸から出した糸端、中側と外側とそれぞれ出して2本取りで、結んじゃった、2本取りで作り目をしていきます。この中からと外からとなりますね。糸端をそうですね、このぐるりで何センチなのかな、10センチぐらいですから、ぐるりで20としても60センチぐらいの糸端を取ってから作り目をします。だいたい3倍ぐらいと言われてます。60センチですね。このぐらいから作り目をスタートします。2本取りで、まあ、いつもやってますけど糸端は手前、毛糸玉につながっている方を奥に見てからカーブを、まず下向きに手をですね、下向きに広げてからくるりと上向きにします。指で作るタイプの作り目になります。今回は2本重ねてゆとり持って作り目作っていきます。親指の下から刺して、人差し指は上から針を刺します。そして親指のこの輪っかの間をくぐって出てきます。今回は作り目が針2本そして糸も2本取りなので、両方割れないように両方しっかり2本通して作り目を進めてください。これが1つ目、2つ目、下から上から通して締める。これもあまりキツキツにならないように、まあ、2本取りで通しているのでそんなにきつくならないんですけれども、まあ、ちょっと隙間があった方がいいかなと思います。まあ、ちょっとざっくりとしたオーバーソックスなのでそんなにピタピタなサイズ感ではないですから、ゆったり編む感じでいいと思います。全部で、そうですね、36目、2、4、6、あと30回、作り目を36目で編んでください。はい、作り目を36目編みました。こ
こから片方の針をスルスルっと滑らせて外していきます。そして大体半分に分けて輪っかがよじれないように糸がつながっている方を円の内側に来るように置いて大体半分に分けてみてください。よいしょ。このような状態ですね。よいしょ。こんな感じ。ちょうど結び目の方が内側に来る感じで全部内側に置いてください。そしてここから編み始めます。最初は、1目ゴム編みですね。 1×1 のリブ編みになります。まずは表編みから針を揃えて右側の糸がつながっている方の針を上にずらしていきます。そして1目ゴム編み、まずは表編みからです。表目1、次は裏目1、表目を1、裏目を1、2本取りですので2本揃えて糸のテンションが変わらないように2本丸ごとちゃんと引っ掛けて編めるようにしてください。表1、裏1、表1、裏1というふうに1段目1目ゴム編みをまず編んでください。はい、作り目を1段目として考えると今2段目を1目ゴム編みで編みました。このまま全部で6段分1目ゴム編みをぐるっと編んでいきます。分からなくなりそうな人はここにマーカーを入れて段切り替えの位置を確認しながら数えていってください。1目ゴム編みを全部で6段分、今は2段終わったので3段目になります。よいしょ。はい、1目ゴム編みを6段編んだところです。ここから編み切り替えの、足の甲の部分とかかとの部分の方に向かって編み幅を変えていきたいと思います。分けていくっていう感じですね。変えるというよりは、はい、まずはかかと側の方から編んでいきます。かかとの方から編むのは、かかと側で最後終わるようにかかと側の方が1段多いように進めていきます。これはちょっとおいおい説明しながら進めていきますけれども、まずはじゃあかかと側の方から編んでいきます。全部で16目の1目ゴム編みでこのまま同じ編み方で16目まで編んでください。1、2、3、4、5、6、7、15、16、16目まで編んだらマーカーを入れておきます。ここから、リブピッチ、表裏の編み切り替えになります。ここから先は足の
甲の部分になります。甲の部分の方が編み幅を広く取っています。よいしょ。ここからは、なんと言えばいいのかな、ここからは3、1のリブですね。3、1というのは表が3、裏が1のことです。表3回、裏1回のピッチで編んでいきます。表を3回、裏が1回、表が1、2、3回の裏が1回、表が1、2、3裏が1回、表が1、2、3回の裏が1回、表が1、2、3目の裏が1回。これでちょうど1周分になります。なのでこちら側の編み切り替えとこちら側の編み切り替えでは違うということを頭に置いて進めてください。今こうですけども、この足の甲になっている部分は3、1ですね。表3、裏1の編み切り替えになっています。それに対して裏側はずっと一目ゴム編みになるわけですね。この裏を一目ゴム編みにすることによって、このリブ編みのテンションがついて、ここの途中でかかとの編み地に入るときに、ここがこう広がりやすくなって、このアップダウンの編み地切り替えができるわけですね。この編み地の広がりを利用してかかとの部分を分かりやすくしているっていう編み方になります。後ろはずっと最後まで一目ゴム編みで、足の甲側、表側はずっと太いピッチの編み切り替えになっています。こんな感じで進んでいきます。ですので前半は一目ゴム編み、前半はこちら側ですね。後半は太い切り替えの表裏にして編み進めてください。今1段終わりました。これをですね、まあお好みのサイズもあるんですけれども、このサンプル通りにいくとすると全部で18段、ここまでですね。ここまでの長さが18段ですので、そのまま編み進めます。今1段終わりましたので、次は2段目。前半は一目ゴム編みです。表1、裏1の一目ゴム編み、そして後半は表3、裏1の編み切り替えになっていきます。表3の面がですね、全部で5本分、1、2、3、4、5本分入ります。こっちが足の甲の部分ですね。表3、裏1が5本分あります。そして裏は一目ゴム編み、上も下も一目ゴム編み、ここだけまた別の編み切り替えになります。まずはこの向きですね。ずっとこの向きで、初めの一目ゴム編みがこれぐらいの幅ですから、ここまで全部で18段編み進めてください。はい、足首の部分ですね、18段編みました。編み切り替えをして、こちらが一目ゴム編み、こちらが3つ表そして1つ裏目という編み切り替えをしてきました。
で、ここからかかとの部分に入ります。かかとの部分はボーダーに編み進めたいなと思っているので1色プラスします。はい、まずはかかと編みの方はですね、この1目ゴム編みの方だけがガータの編み目になっていきます。こちら側は編み地の変更はなし、1段ごとに色を変えるだけの編み方になります。こちらは色を変えながらガータを進んでいく、この青が来るところは裏目、グレーのところでグレージュのところで表目みたいな感じで進めていきます。まずは糸を変えて、このグレーの方は1周必要ないのでこっちの裏の方に避けておきます。そしてこの青い糸だけで編み進めます。右手に糸端とグレージュの方の糸を持って、そしてこの青い部分だけでまずは裏目を編んでいきます。裏目マーカーが入っているところまでずっと裏目です。一目ゴム編みだったところは1段裏目で編んでください。はい、一目ゴム編みだったところを裏目で色を変えて編んできました。そして表目3裏1だった方の足の甲の部分ですね、こちらは編み柄はそのままで青の方の糸で表目を3目、裏目を1、表目3、裏1、表目3、裏が1。はい、ここで1段青い色をボーダー上に入れていきました。この後はまたグレーに戻ります。糸を向こう側に全部置いてですね、グレーの方を持ってきますけど、この時に糸の向きをですね揃えておいた方がいいんですね。グレージュの方は絶対右側、青い方の配色の方は絶対左側というふうに決めたらずっとそのまま編み進めてください。なので今青を編んできましたけども、グレーは右側なのでこういう形で後ろ側に倒しておきます。ここがこういろいろこうあっちこっち行くと後ろがよじれていってしまうのでテンションに影響が出たりします。なのでこのグレーの方は下、青が上って決めて右左に分けて編み進めます。先ほど裏目で1段編んだところはですね、ここはこの色では表編みをする1段になります。先ほど裏目だったところは糸が緩まないように青い糸はちょっと右手で押さえてですね、表編みを1段入れます。全部表ね、表編みです。
マーカーの入っている位置まで表を編んでください。これがガーター編みになります。裏目と表目を1段ごとに切り替えることをガーター編みと言います。こんな風に1段目は青で裏編み、2段目はこのグレージュで表編みという風にこう重ねて編んでいきます。反対側の足の甲の部分は編み柄はそのままにして配色にしていきます。こっちが見本ですね。編み柄はそのままでボーダーに編んでいきます。表が3、裏目が1、表が3、裏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 が1。はい、それでまた1周終わりました。はい、こんな風に1段ごとの色切り替えで、こちら側はガーター編み、こちら側は編み切り替え、編み地の切り替えはなしでボーダー状にを繰り返して20段このまま編み進めてください。はい、ガーター編みを20段まで編みました。はい、1目ゴム編みを、4段まで編みました。 1,2,3,4、1目ゴム編みを数えるときは内側を見るといいですね。この編み切り替わっている裏目からスタートして表目 1,2,3,4 目編んでいますので、今から5段目に入ります。5段目を編みながら編み伏せていきます。表目のところは表目、表編み、裏目のところは裏編みを編みながら伏せていきます。まずは表編みを1、裏編みを1、そして表編みの部分をかぶせて、これで1目伏せたことになります。続いて表編み、1つ前の裏目をかぶせて、これで2目かぶせた伏せ編みになります。この調子で裏目の位置では裏編み、1目ゴム編みの表目の位置では表編みをしながら、1つ前の目を上からかぶせて伏せていってください。はい、最後の1目をかぶせます。はい、これでこの後は糸を切って糸始末になります。
とじ針に針に糸を通して、そしてこの表編みの部分をずっと上に上がった最初の頭の部分ですね、これで言うとここになります。ずっと表編みを編んだ最初の頭の位置、この位置に針を刺して抜いていきます。そしてこの糸が最初に出てきた最後の一目の部分に上から針を刺します。これでチェーンつなぎができました。そして靴下の内側の方で返し針をして糸始末をしていきます。表に響かないように、2本取りですので糸を割るようにして通していってもいいと思います。はい、こんな感じで糸を切ります。編み始めの方の糸端もこの内側に途中で色を足したこの糸端の方も同様に表に見えないように糸始末をしてください。はい、出来上がりました。靴下を履くとですね、このかかとのガーター編みの部分がですね、少しこう外側にこの一目ゴム編みに比べて編み幅が広がっていますので、ちょうどかかとのへこみの部分にこのガーター編みの部分がはまるようになっていきます。これでかかとの部分がカバーされていくわけです。こっち向きに履いていただいても逆向きに履いていただいても OK な靴下になっています。今回は2色の配色で編んでいきましたけれども、この2色を混ぜて1色1色で引き揃えてミックス感出して編んでみても素敵になると思います。メンズとかはそっちの方が見た目がメンズっぽくなるかもしれませんね。ということで今回はすぐ編めるオーバーソックス、これでしっかり温活して寒い冬を乗り切っていただけたらなと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた。